ママどうかこれ見てませんようにあるないゲーム。子供時代 childhood traumas 自分がやらかしたことを兄弟やペットのせいにしたことはありますか？ちょっと待って。ある。物壊したりしたら、いや俺やってないけどね、兄ちゃんがやったんじゃないみたいなのは、うん、一緒一緒でしょ。あれ朝起きれなかったこととか全部ありました。どうやってありました？アイリはママの部屋でめっちゃいいスカーフがあって、それで遊んでたの。そしたら破いちゃって、ママに言えないから、その当時飼ってたペットのティンクのせいにした。でティンクをそこに置いて、扉閉めて、その自分で演技して、ティンク何やってんのって、ママママママティンクが破いてんねってやったのはたくさんある。ない。ある。まあ、兄弟いないから。ある。長男の特権は下の弟や妹にちょっかいを出したり人のせいにすることができるからです。せーの。もう絶対ペットのせいにはしない。俺よりペットの方が大事だったんですよ親に嘘の行き先を言って出かけたことはありますか？ない。ある。友達の家でちょっとお泊まりしてくるって言って、ラスベガスの音楽フェス高2ぐらいに行きました。ドライブで6時間ぐらい。意外でしょ。嘘。お父さん警察だよある。あれです。バンバンママに嘘ついてた。携帯取り上げられても、困るの別にママだしいいよみたいな。ない。ある。ある。部活だって嘘ついて彼女に会いに行ってた。彼氏のお家に泊まるのに、女友達にもちゃんと、もしかしたらママから電話が来るかもしれないから、そこのケアをお願いしますと。上手に嘘つくよね。ありがとうございます先生を好きになったことはありますか？ない。 This is so weird but my religion teacher was very pretty うちの先生は多分30歳ぐらいだから、と私は22歳だから、まだいけるいける。そう、いけるいけるねおーおー。ある、初めての遠足で俺すごいホームシックになって、ママって言いながらすごいゲロ吐いてたのね。その時のクラスの先生なんだけど、一緒に寝ようっつって、で先生がなんか胸の中に俺をこうやってグッてやってくれて、おおそしたらめっちゃ好きになったない。あるあるねえ、やばいやばいやばい、これめっちゃ面白い。めっちゃ眉毛濃い先生いなかった？先生かも。先生かもしれない。先生か、うん、アイも好きだ。先生はビジュアル的に先生言っといて、なんかあったら。OKOKOK、分かった分かった。鼻をほじってその鼻くそを食べたことありますか？ある。ない。え、本当に鼻くそ食べたことないの？ No, no, 本当に食べたことないよ、鼻くそ。なんで？せーの。ない。友達と一緒に食べた。そういうのが流行った時期があった。ある食べるよね。ちょっとしょっぱいみたいな。そう、しょっぱい。俺ちっちゃい時なんて身の回りにあるもの全部食べてみたよ。アリとか。意外とね、アリはね、酸っぱい。せーの。ある。 When I was small, my friends, like I saw them do it, I was like, ew! で、うち帰ってちょっと気になっただからone time, 一回食べたことあります嘘。ない。なんだろうね、なんかただ食べたくて食べたんでしょ。いや、食べたいとかじゃなくて、たまにさ、なんかおじって、やべこれどうすんだろうみたいな置き場所がないせーの。ない。ない。ブラジルはね、サードワールドカントリーなんだけど、もう本当に食べ物ないと思うんだけど食べるわけねえぞ。そんなの食べないわ。もうキモいんだよ。だって空気悪いし、何入ってるかもう前向かないから親のお財布からお金を盗んだことはありますか？せーの。ない。ない。What? ない。Why are you so short? せーの。ない。せーの。ない。裏切ってきたな。いやいやいや。俺ない。結構ちっちゃい時から取ってたかもしれない。ちっちゃい時からってことは今も続けてるの？ちょっとだけ。お小遣いがあんまりもらってなかったのと、あと小学校の時は食事制限めちゃくちゃされてたんだよね、親に。お菓子食べたいじゃん。母さんが1ドルのコインを積み上げてたのを、なんか1個とか2個とか。あ、俺は親からはないけど、おばあちゃん家から100円は盗んだことある。いつも手紙とか入れるタンスの中に100円がいっぱいいつもあったの。おばあちゃん家行くたびにちょいちょいちょいって。私もやってた。ごまん、おばあちゃんごめん私結構取ってたんだけどママごめんね。ママ、I'm sorry。 でも今ブラジルにいるから振り込みできないんだよね。できるよね。せーの。
ママにはほんまに知られたくないけど、中学生の時に本当に好きなゲームがあったのね。ほんまに買いたかったから、ママの財布からちょっとね5000円って抜いてキチンってやった。なるほどなるほど、うん、でもママには一切言ってないけど、ほんまに言わないでお願いします。お願い。前にも言わへんけど、お願い。ママ YouTube 大好きだから、ほんまに5000円ちょっと返しとく、うん、今密かに返しといたら、密かに返しとく、そしたら喜ぶかも。え、なんか15年前の5000円、うん、謝罪マミー謝罪、ごめん、軽、おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんなさい、おとんごめんパパも